マエストラーレ級駆逐艦は、イタリア王立海軍の駆逐艦。4隻が建造された。艦名は、すべて風に由来しており、これによりベンティ級駆逐艦とも呼ばれる。復元性が不足していた、ダルド級駆逐艦の改良型であり、船体が一回り拡大されている。排水量も増した一方で出力は強化されてないが、全球に比べ船体が約10メートル延長されたことにより、 高速力は維持されていた。また、手法は新型である、音車製50口径モデル 1931-12cm 連装砲を搭載しており、軽量化が施されたが強度は低下していた。各部の余裕が生まれるなどしたため、その基本設計は、後のアルフレード・オリアーニ級、ソルダティ級へと受け継がれた。1942年のマエストラーレのイラスト。 120mm 砲が増設されている。巡航後は防空能力を強化するため 40mm 及び 13.2mm 基銃を撤去し 20mm 単装基銃6門へと換装を行った。第二次世界大戦中においてはマエストラーレガレーバー未装備を補うために装備していた静弾用の15口径 12cm 榴弾砲を撤去して アンサルド射製50口径 12cm 炭装砲と完装した。他にも対空砲装備としてグレカーレとマエストラーレが後部魚雷発射管を撤去して 37mm 炭装機関砲を2門装備し、20mm 機銃も炭装・連装を合わせて12門程度を装備した。イタリアが第二次世界大戦に参加した際においては、 第10駆逐艦船隊を編成しており、アルベルト・ディジスサーの休憩寿命館、バルトルメオ・コレオウに、序盤にデレバンデ・ネーレに隻からなる、第2船隊に付属して、シチリア島にいた。カラビリア沖海戦、マ、ま、タパンミセキ沖海戦等主力部隊と共に、参加していたが、合わせて、船団護衛や、機雷不設にも携わった。1940年8月に、イギリス海軍駆逐艦、 ホスタイルが、ボンミにて食雷して沈没したが、この機雷不説を行ったのは、マエストラーレ級とされる。1941年11月9日に、リベッチオが、イギリス海軍潜水艦アップホルダーの来撃により、撃沈され、1942年3月23日には、第二次シルテワン海戦の後の悪天候で、シロッコが沈没している。 1943年1月9日の植来により、修復中のマエストラーレは、連合軍との停戦成立により1943年9月9日に、ジェノバで自陳した。グレカーレだけ大戦を生き延び二度の近代化改装が施された。その後、グレカーレは1960年には、指揮官として改装されたが、1964年に退役している。ありがとうございます。